クリスティアン・ルーベンは、ドイツ生まれの画家である。プラハの美術アカデミー、ウィーン美術アカデミーで校長を務めた。フランス統治下のトリーヤで生まれた。1823年から、デュッセルドルフ美術アカデミーのペーター・フォン・コルネリウスに、装飾画を学び、1826年からミュンヘンに移り、ミュンヘンでは、レーゲンスブルク大聖堂やアウアー教会の装飾の、仕事をした。 1836年に、プラハの法園主版ガウジョウの装飾画の仕事を依頼された。その後油絵に展示、風俗画を描いた。1841年に、プラハの美術アカデミーの校長に任じられ、プラハでもプラハ城のベルベデーレなどの装飾画やトゥルノフの教会の祭壇画も描いた。1852年から1872年の、 間、ウィーン美術アカデミーの校長を務めた。ルーベンの指導した画家には、ヤブーレク、ヨーゼフ・マティアス・トレンクバルト、ヤロスラフ・チェルマーク、レオポルト・カール・ミューラーや、ガブリエル・フォン・マックスらがいる。1875年に、ウィーンで没した。息子のフランツ・レオ・ルーベンも、画家となった。ありがとうございます。